はい、えー。皆さん、こんにちは。炎蔵です、えー。7月2日、YouTube、よろしくお願いします。まあ、早いもので、えー、6月終わって、もう1年半分過ぎちゃいましたね。うん、早いという感じです。年取ると。えー、7月も、どうぞよろしくお願いいたします。まあ、今日は、ドル円が、あのー、かなり、円安進んできてますので、ちょっと介入警戒感ってやっぱりかなり出てきてると思うんですよね。 で、えー、介入、どんな感じで、あのー、出るのか、まあ、介入出るんだったら、ちょっとやっぱりその前兆があるのかどうかっていうことで、こう,こう来たら介入が出るぞみたいなとこ、まあ、予想はできないんですけど、前兆をできるだけ察知したいなみたいなところで、去年の介入をちょっと振り返ってみたいと思いますんで。で まあ全く同じではないですけど、そのようなことがあった場合、もしかしたら介入が近いのかもしれないということで、ちょっと注意を促すというような、き、まあ、今日はそんな動画,動画を皆様にお伝えしようと思っています。まず、去年9月8日、いろいろ発言はあったんですけど、9月8日、財務省、金融庁、日銀の三者会談が行われました。 であら、あらゆる措置を排除せず必要な対応を取るというので、これ9月8日でしたよね。で、えー、ここですねであの、9月8日でこんな発言があって、まあ、若干下落しましたよね、この時はね。えー、と1円、それでも1円ぐらい、144円ぐらいから、143円の前半ぐらいまで落ちましたね。 はいえっと、そんな発言がありますこれなんでこの三者会談なんですかということなんですが一応あの日銀介入日銀介入っていうふうに言われてて日銀が、えー、市場で、えーこ,んえー、この場合はドルの上昇円安を抑えるわけですからドルを売って円を買うわけなんですが、まあ、実際その市場に、えー、直接ダイレクトに いい働きかけるのは確かに日銀なんですね。まあそれはいろいろやり方があるんですけど、銀行を呼んで、えー、オーダーを出すとか、銀行にその場で、えー、ドル円を売ってくださいっていう場合とか、あと EBS、エレクトリックブローキングシステムという銀行間取引を行う為替のプラットフォームがあるんですが、そこに直接日銀がオーダーを入れることもできるんですね。 まあそういう3つの方法で日銀は銀行に対してドルを売ることができます。ただそれ日銀はあくまでそのオペレーションをやるだけで本当にあの為替に関して介入をするっていう決断をするのはこの人。まあ、今だったら 鈴木財務大臣なんですねですから、鈴木財務大臣が日あの介入するぞって決定して、えー、それを現場の、えー、財務省の、えー、為替を扱う部門の人が日銀に電話して介入してくださいっていうわけなんですが、まあ、鈴木さん、すごくいい人そうですねあ、麻生さんの義理の弟ですよね、麻生さんの妹と結婚したのかな。 すごいいい人なんだけどどう考えても国際金融をのことをよく分かっててドル円のレートをよく分かってるとも思えないまあ財務大臣がねそれをすべて知る必要もないんですけどで黒幕はこの神田財務官ですね、えー、去年も勧誘成功させて男をあげたって感じなんですけどまあなんかかなり優秀そうな人なんで神田財務官財務官っていうのはあの国際金融のトップで国内 っていうか財務省のトップは事務次官なんですけど、そ,れそこと並んで、えー、と国際金融の、えー、トップが事務次、あのー、財務官なんで、えー、この財務官が大臣、そろそろ介入が必要ですってご中心をすると、ああのー、よろしく頼むって言って、えー、神田財務官が決定を,、まあ、決定をして、あのー、日銀に言うっていう、まあ、そんなことなんですね。ですから、この人の発言は要注意ということで。 で、えー、この時も、えー、財務省、金融庁、日銀の三者会談が行われ、あらゆる措置を排除せず、必要な対応を取るって言ったわけですね。その後9月9日に岸田黒田会談、えー、ということで、黒田さん、えー、官邸に入りましたみたいな感じで、あのそこで、まあ、円高になるわけなんですが、黒田総裁、急激な動きだって発言して、これはこの時ですよね、ここですよね、確か、あのー、ここら辺144円ぐらいで、 うろうろしてたのが一気に141円50銭ぐらいまで落ちてこれなんかこれだけで結構効きましたよねその黒田あの岸田黒田会談があったんでまあ、ここが効いたということでまあ、一度一応黒田さん日銀総裁なんですけどこの時日銀総裁は介入をするなんていうのか決定は行うことができないんですよね。うん で次、9月14日日銀レートチェックっていうことが、えー、と市場にニュースとして、えー、現れました、えー。ここですよね。えー、っと14日ここなんでその前の日にこうドル円がまた145円までせ,せっかくの牽制発言をものともせず上がってたんでレートチェックの噂で、えー、9月14日ドーンと落ちますそれでも145円から143円割れということで2円。 2円50銭ぐらい落ちましたね、まあ、ここじわじわ上がってるこう、あのー、落ちてるんですけどやっぱりこの時って結構ボラティリティでかかったんで2円50銭ぐらい下がってるんですよね2円50銭というと結構な下げですよねでレートチェックって何かっていうんですけど一応レートチェックっていうのは、えー、と日銀から、えーまあ、銀行なんかに今あのー今あのー、うーん 今介入するとしたら、あの100本、100億売るとしたらいくらになりますかみたいな、えー、その、レートの確認みたいなのが、一応レートチェックって言われるんですけど、まあ、本当にそれを言ったかどうかっていうのは分かんないんで、あの、まあよ、あの日銀も財務省も毎日銀行と話してるんですね。特ににこういうふういふ あのまあ、僕がやってた時は円高がすごく激しい時なんでドル買い介入だったんですけどもうそれこそ,その財務省の担当の人とか日銀の担当の人って毎日毎日一日何回も銀行と電話してどういう状況になったっていうのをチェックしてるわけですねあの話してるわけで、まあ、それをあのこう財務官とかに上げて今こういう状況ですっていう報告してると思うんですけど。 まあそういうのはいつもやっててこのレートチェックも2つぐらいの意味があって本当に介入する意思があって今もし100本売るとしたらいくらになりますかっていう風に言うのと一応今いくらぐらいですかねみたいな感じで言うのも一応レートチェックだみたいなことをこう言ってしまうような時もあるんでうんあの必ずしもこのレートチェックが本当にすぐに介入するっていう。 ななんていうのかな前兆とは言えないんですけどやっぱりこの時は久々の介入だったんでもう10年以上介入してなかったんでやっぱり介入担当する人たちもその当局サイドも銀行サイドも介入経験した人たちっていない,い,ないと思うんですよねもうすでに現場にはいないと思うんで、まあ、そういうのの予行演習だった可能性っていうのもありますよね。えっっととなななかかか介入って事務作業そそういううういいののも大変なんであの、まあま 予行円集を9月14日にやったのかもしれないですね。で、9月22日、えー、9月22日、ここですよね、ドル、円安が一段と進んで146円ぐらいまでいった。で、スタンバイな状況だって神田財務官が言って、で、1回目の介入を実施した。まあ、この時146円付近までいって、一気に141円割れまで落ちましたよね。この時2兆8 億円介入しましまた、うん、そうですね、まあ、これ財務省の資料に載ってるんですけど1回目の介入はここで、えー、終わりましたねでこの介入のおかげでしばらく、えー、145円ぐらいまでは戻らなかったですねあのじわじわじゃあのこう3日間4日間1週間ぐらいですかねこう戻らずに戻ってもやっぱり145円あたりはすごい、えー、警戒感があってずっと動かなかった でも徐々に徐々に10月に入ってじわ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 上昇してきてついに150円を超えたのがこの日ですね10月21日のまあ夜中深夜だったんですけど10月21日深夜に150円を超えたということになりましたで翌日2回10月21日2回目の会員順を実施したこれ えっとそうですね、うーん、まあ、結構な、あのー、落ち方でしたよね、これね、うん、どーんと落ちて、あのー、151円台から、えっと、150、そうですね、100、 146円、5円ぐらいまでいきましたよね、6円ぐらいまで。まあ、結構落ちましたよね、ここでね。うんあのーまあ、これ、5兆円ぐらいぶち込んだということで、えー、非常に、あのー、大きな動きになりました。で、その後、翌日も、えー、とー24日も、おこれ、割と朝早い時間にやりましたよね。えー、とーこれは7296円ぐらいだった。 億円ぐらいだったんですけどまあ薄い時間でやったんで結構効きましたねこれ8時8時くらいですかねあのドンと落ちたということで、えー、まあその後この介入が効いたのか、えー、ずっとドル円は150、えー、円を超えなかったんですけどでもやっぱり1 4 5六6六7円ではこうまだ買おうみたいな感じが。 ありましたよねただそれを打ち砕いたのは、えっと、米国の CPI が弱かったっていうところだったんですがやっぱりここの勧誘は効きましたよねかなりねドスンと落ちたというところなんですがはいえー、とまあそんな感じの動きになりましたですからまあ今後見ていてチェックしなきゃいけないところっていうのはうーんまあ神田財務官とかうん 鈴木財務大臣とかがいろいろ今後も発言していくと思うんですが、まあ、そこのら辺の発言とかあと、レートチェックであるとかっていう、まあ、そこら辺をんの発言が出てきて、えー、っと少し今までと違うような動きになってきた場合っていうのはあの注意が必要ですよね。で前回、ね、145円付近で やったわけなんで、今回ももうそろそろそういう意味では、あのー、前回やったのが145円90銭、まあ、145円だ,だったんで、まあそろそろもう危ない状況かな、みたいな感じもするんですけど、まあこれは何とも言えません。前回結構1日のボラティリティが大きかったんですけど、最近、ボラの動きが割とじわじわなんですけど、上がっていく感じなんですけど、1日に大きく動くっていう感じでもないですよね。で、 えっとまあ、イエレンさんがねあの,あの週末の記事でねあの日本の当局と話してるよみたいなえことを言ったわけなんですけどまあお話はいつもしてると思うんですよねそれを日経新聞がどう書くかですよねあので介入は一応そのなんていうのかなあの通貨当局って常にこの先進国は特に 話し合ってるんでそこら辺のコミュニケーションいいいと思いますでやるときは一応断りを入れると思うんですがまあ何でしょうねそのドル安に対してドル買い介入をする時っていうのはあの自分たちの日本の輸出競争力を上げるという意味でそれは通貨をマニピュレーションあの通貨を貿易に有利に使うっていうような。 そんなあの批判もあるんですけどドル高に対してドルを売るっていうのは、まあ、アメリカにとっては通貨安になるとインフレに対して弱くなる、まあ、通貨高の方がインフレ輸入物価が低下す下落するんで。 いい,いいわけなんですけどただ貿易の競争力という意味ではドル高よりドル安の方がいいというので、まあ、ドル売り介入はドル買い介入よりは抵抗がないかもしれないですねあとは今日本は、えっと、通貨の監視国財務アメリカの財,財務省の通貨の監視国から外れてますので一応、まあ、あのアメリカそんなに気にしてないのかなという気もします。はいまあ、いずれにしろ やるときはやると思うんで、そこら辺の兆候がね、あの、この時もレートチェックっていう言葉に反応するべきでしたよね。僕もレートチェックって本当にやってんのかなみたいな、あのー、疑いを持ってたんですけど、やっぱりこうやって久々に、あのー、レートチェックみたいな言葉が出てきたっていうことは、まあ、それから一週間経ってからでしたけど、あのー、 うんあのー、やっぱりここ、レートチェックとか神田財務官のスタンバイな状態っていうのは、まあまあ、この方なんか断固としてやる感じもするんで、神田財務官の発言と、そういうレートチェック等々の文言が出てきたときは要注意かなというふうに、今回も、あのー、注意したいかなというふうに思います。 はい、えーと、今日はちょっと、えー、介入についてお話ししたんですけどまたそういう介入の兆候とかあったら、あのー、お話ししたいと思いますこの動画良ければいいねボタンとチャンネル登録まだの方がいらっしゃればぜひチャンネル登録よろしくお願いします